がやりたいんです。私はやろやろ、私やったことないワードウルフ。初まあ任せなって。じゃあ次響きワードウルフの遊び方を説明したいと思います。お題話し合い東京50人で回します。1お題これが恋愛中に2倍が増えます。この恋愛に見えないように見せてください。お題は1周年に数が欲しいです。あと少数が増えず2倍です。自分が数が少数かは分かりません。2これを話し合いで判定です。じゃあやっていこう。エクセル。お題、さくらさんがこの画面を見てください。私のお題はじゃあこちらでーす。私はこちらでーす。私のお題はこちらでーす。私のお題はこちらでーす。私のお題はこちらです。あ、皆さんお題が配られましたね、はい、それについて3分間議論をしていきます。はい、よ、はい、はい、スタート。好き。私も好き。どんなところが好き？私はその見た目も好きかも。あ、見た目。あ、でも私よく可愛いって言うくない？思ったけど、いろんなジャンル、いろんなジャンルがわかる。だから多分何が好きって言っても多分みんな違うよ、ね、なんかランダムみたいなとこない？例えば家庭だけで、あの、あ、そうだね、家庭に呼び切り、呼び切り。私の家では一回も出ない。家庭では出ないかも。え、よく出るの？私はあるな。あ、でも私も出ないけど、けど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 、好きだから自ら求めに行っちゃう。ああ。でも家に出てくるよりかは行った方がやっぱ満足感はすごい。まあ、そうでも満足感はすごい。あ、でもどっちもいいんだよな。しかも夜中に。あ、分かる分かる。あ、いいね。お酒の後で、お酒の後で。めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。分かってないやつ。こいつだな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 。まあまあ最後まで頑張ろう。トッピングあるやん。うん、ある。あるな。トッピングの1個にうちらの名前のやつある。あるある。え、あれ待って、わかんなくなってきた。あ、多分両方あるんだよ、もしかしたら。あんちゃんあるな。じゃあもっと革新的なとこ。じゃあおかわりできるよね。できる。あ、できる、できる、できるのか。じゃあ革新的なとこするわ。例えば家でそれが出てきた時にすぐ食べたい、それともってなってる。私は、どっちでもいいな。でも物によりわざと冷えとさせる時はある。確かに。じゃあさっぱり。あ、か。うん。こってり。もういかんねそれ。こってり。いやここまで来たら多分嘘ついてるんだ誰かが。うん、隠れてる。多分分かった人が嘘ついてる。うちの私はこってり。私もこだれ。私はさっぱり。私もさっぱり。え？さっぱり。さっぱり、さっぱり、絶対ないね。さっぱりだ。ちなみに逆に何かわかんない。そうだ、終わりでーす。エクセル。もうちょっと説明不足だったから補足すると、ちなみに少数派の人は少数派ってバレちゃダメです。例えばその投票で少数派が炙り出されたとするでしょ。例えば、はい、少数派って言ってそうだったとするじゃん。したら少数派の人は多数派のワードが正解できたら勝てます。でも答えられなかったら少数派の負けになります。当てられてても多数派のワードが答えられればセーフ、OK OK って感じになります。でこっから投票パートに入ります。せーので指差し、最も投票が多かった人を選択してください。じゃあせーので少数派だと思う人を指しましょう。せーの、好き好き好き。とりあえず一旦目はマキですね。絶対私だもんな。マキで投票。でも最初これでカノコだと思った。私。本当？うん。じゃあとりあえず見てみます。はい。あ、正解。マキが少数派で、私たちはラーメン屋さんについて話してました。マキはカレー屋さん。ああ。だからトッピングとか私完全にココイチをイメージしてたからトッピングあるあるあると思って。さっぱりこってりちょっと分かんなかったでしょ。さっぱりカレーのさっぱり。でもあなたは絶対こってり、福神漬けの話。絶対ないわそれは。さっぱりの福神漬けとちょっとなんか甘めのさ、あるじゃん、福神漬けあるじゃん。だからあ、でも私さっぱり派だなと思って。そこでちょっと間違えたね。間違えたね。エクセル行きます。じゃあ2回戦目、おいでは。はい、話し合いスタート。この現実はどう？え、
言わせてもらうね、うん、じゃあ、うん、最悪。私もあんまり嫌かも。でも気にしない人もいるかもしれない。私は気にするな。若干気にするけど、うん、気にしなさそう。でも、ね、私は別に何でもって感じだから、うん、めっちゃ気にするわけじゃないその時の表情はどうですか？それにみんなが直面した時どういう表情しますか？一人ずつやってこうか。表情え、私はっていう感じです、はい、私は直面した時ですよ、うん、私は別にもう普通ですよ。普通にそれに直面した時、私あ、そうだって感じ。全然違ったら分かるよ。ああ、そっかそっかって感じです。私はうん、あーあーぽいぽいぽいめっちゃぽい。私はああでもわかるかも。こんな感じわかるかもしれん。じゃあ確信をつこう、うん、それを言いますか。あーあえ確信するねこれ。アイトニー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 あー度合いにもよるよね。しかも確かに度合いにもよる、うんうん、最近あ私も言うかも。でも私分かったよ誰がバードって言うてなんかやっぱり分かんない。一人分かんない。仲間だけしか見つからない。私は勝手に仲間って思ってる。でも何がむずいってさ、これさ確信ついちゃう絶対に分かりそうやん。そうそうそう、分かる。あと30秒だろ。忘れちゃう。やっぱやだ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 よ。ちゃんとしっかりやだ。私絶対嫌。でもアミは嫌そう。絶対嫌そう。絶対嫌。絶対嫌。やばいやばい。2、1。わかんない。終了です。今度こそさエクジェル。いっせーので。これ何なんか分かり合ってたじゃん。それだなんか一番分かり合ってたのに。じゃあ2人目いきます。いっせーので。あめやめ。分かんない。花咲が2票ずつ。2を見つけなきゃいけないから、でこっちかこっちかの多数決を取るじゃん。あー、2を見つけた。せーの。まあ、こういくよね。お前流されただろ、絶対。確かに、私にしてたもん、1回目。こっちから来てくれて。うわー。でした。むずー。すごい。